ドン。ドンということでね。はい。久々にですね、インターネットで、酒を買ってみました。今回紹介するのはですね、こちらでございます。リスナーさんから、ご要望が来てまして、その、ご要望に、ね、ありました。まあ、ウイスキーなんですが、値段が確か、ちょっと待って、開かない。よいしょ。お、すげえ。すげえ。すげえ、すげえ。はい、こちらでーす。なんだこれ。はい、オールドパーの、12年ですね。スコッチウイスキー。12年ものの、ウイスキーでございます。なんか箱があれだな。豪華ですね。まあ普通の箱なんだけど。オールドパー。こちらオールドパーは、ですね、まだ俺飲んだことなくてですね。恥ずかしながら飲みたいと思ってたんですけど、ずーっと飲んだことになって。で、これが値段3200円ぐらいだったんですよ。それでですね、このオールドパーの12年のランクが、下のやつがもう一つあるみたいで、本当はそれにしようかなと思ったんですけど、まあリスナーさんからね、要望が来てましたんで。オールドパーシルバーっていう名前の、がですね、まあ、2500円ぐらいかな。まあ、ランクが一番オールドパーシリーズで、低いやつがもう一つあったんですけど、まあ、あえて、これを買いました。まあ、俺いつも、初めてのお酒は一番ランクが低いやつから買うようにはしてるんですけど、まあ今回はね、ちょっと。まあ特別ということ。オールドパー12年、品名スコッチ、アルコール度数40度、内容量が 750ml。原産国がスコットランド、原材料がモルトとグレーンです。まあいわゆる、これブレンデッドスコッチウイスキーということで、まあ、うん、そうですね。ブレンデッドスコッチウイスキーとなっております。それではね、早速飲んでいきたいと思います。これ美味しそうっすね。なんかこのなんていうの、サントリーオールドみたいな。ちょっと、それを思わせる、この寸胴系のこの、こうやってさ、バキャーンって殴るのに、棍棒型っていうの。すごいですね。それでは早速開けていきたいと思います。うわ、なんだこれ。変わったあれだな。変わった開け口。なんだこれ。え？なんか変わった口してるね。初めてだよ。なんかすごい。これちょっとよくわからんかな。なんかね、中になんかすごい。しかもなんか音がする。で、あれ？これどういうシステムなのかな？開け口。中身のウイスキーが出にくい場合があります。商品の注ぎ口に中身の詰め替えを防ぐために考案されたプラスチックキャップがついております。そのため、外部より注入することができない仕組み
になっておりますので、グラスに注ぐ際は中身が出にくい場合が稀にあります。下記のような方法をお試しいただくと簡単に出ます。手のひらです。数回ボトルの底を強く叩く。上下左右に強く数回振る。なんか変わったあれやね。なんで俺、ウイスキー飲むのにこんなことしてる。おらおら。これ出てるか。出るは出るけど、なんか全然出る。え？なにこれ？あ、出た出た。あ、開けたままこれ、こうポンって叩くと出んねん。なんか変わった。変わった注ぎ口してんな、これ。いろいろ飲んできたけど、これを初めてやった。それでは、いただきます。カンパー。うん。香りは、うん。でも香り強いっすね。あーあーこれは、甘い。いやいや、甘い。ああ、でもすごいな、なんか。なんやろ。これ特徴的ですね。ああ、すごい。なんか、甘い。ブランデーっぽいな。気のせい。なんかブランデーっぽい気するけど。なんやろ。で、甘いっすね。うん。かなり甘いっす。かなり甘さがあるスコッチって珍しい。オールドパー。すごいなんか甘い。甘い、これ。ストレートで飲むと。オールドパーはイギリスの酒造メーカー。ディアジオの子会社である、マクドナルド・グリーンリースが製造するスコッチウイスキーのブレンデッドウイスキーの銘柄である。うん。あー、これすごいな。甘い。甘い上になんかすごい、香りも強いですね。おー。特徴、スペイサイドのクラガンモア蒸留所の原酒がキーモルドとなっている。おー。ほほほー。なるほど。フルーツのような甘い香りとまろやかな口当たりが特徴である。ウイスキーはグリンリース兄弟が考案した独特の四角のボトルに入れられ、ボトルの表面には17世紀の陶製ボトルをイメージしたクラックルパターンというひび割れ模様が、デザインされている。確かにそうですね。うん。ひび割れ模様。うん、あ、でもこれうまいわ、これ。これうまいな。てか、俺、スペイサイドのクラガンモアって飲んだことないんだけど。そもそもスペイサイドってなんだ？スペイサイドっていう時点で俺用語わからへんけど。俺多分スペイサイドって飲んだことないよね。シングルモルトなんで。スペイサイドとは、スコットランドで作られるウイスキーをスコッチと呼ぶ。クラガンモア。これクラガンモア、てかスペイサイド飲んだことないんじゃん。スペイサイドって、
あ、地域、あ、スコットランドの地域が、そのクラガモ、あ、スペイサイド。あ、スペイサイドっていうかなり、割と小さいあれなんですね。あ、はいはいはい。だから、イギリスの中にも、分類されてんだね。全部で、あ、7種類か。イギリス全部の、ウイスキーをスコッチウイスキーと呼ぶけど、その中でも6種類に分類されて、その地域地域に、そのスペイサイド地方っていうのがあるみたいですね。その、イギリスの北東部ですね。北東部の小さな領域、地域。これがスペイサイドっていうっぽいですね。スペイサイド、ハイランド地方、東部のスペイ川、近辺をスペイサイドという、およそ50の蒸留所が存在する。スコッチウイスキーを作る環境として最高の地域であるためか、密造自体には1000余りの密造所があったとされる。スペイモルトは、全体的に華やかな甘みがあり、女性にもおすすめできるモルトが多い。代表のモルトを一つ選ぶといったら、クーベッツはおそらく、この地域にふさわしくない。グレンリベット、グレンフィディック、マッカランなど多くの名酒が存在しているからだ。なあ、俺飲んだことあるじゃん。スペイサイドでグレンリベットも飲んだことあるし、グレンフィディックも飲んだことあるし、マッカランも飲んだことある。これ全部あれか、スペイサイドか。どれも初心者が飲みやすいモルトだよ。気違いじゃないか、これ、スペイサイドって。もう、マッカランと、グレンリベット、グレンフィディックってもう、名門中の名門じゃないか。もう、マッカランはクソうまかったもんね。うん。グレンリベットもうまかった。個人的にグレンフィディックはあんま好きじゃないんですよ。うん。スペイサイド。なるほどね。じゃあ逆に言うと俺、スペイサイドとアイラモルトしか飲んだことねえんちゃうか。アイラモルトはやっぱラフロイグ。ラフロイグに、アードベック、カリラ、ボーモア。ここら辺は飲みましたけどね。なるほど。うん。でも確かに、なんか、ブレンデッドスコッチウイスキー、ブレンデッドのくせになんか、シングルモルトに非常になんか味近いっすよね。うん。うん。なんだろう、すごい。え、これブレンデッドっていう感じするよね。俺としては。俺の中だと。あれ？これスコッチ、これシングルモルトじゃねえの？っていう味がこれすごいするんですよ。いやでも値段3000するだけあるな。定価3500円ぐらいだろ。これ多分。定価っつうか。3500円するだけあるわ、これ。うまい。はっきり言って。ちょっとスモーキーなんだね。うん。ちょっとスモーキーっていうか、まあ割とスモーキーではあるな。うん。香りもすごい強くて、甘い香りと、もう味自体も甘いからね。うん。なんかちょっとマッカランっぽいもんね。うん。確かに。うん。クラガンモア。クラガンモアは、スペイサイドを代表とする一匹狼、地味だが深みのあるモルトウイスキー。うん、なるほどね。クラガンモアの原種か。クラガンモアってこれ何？シングルモルト？シングルモルトウイスキーこれ。
クラガンモア。シングルモルトですね。でも、でもブレンデッドの中で、今の今までいろいろ飲んできた、ブレンデッドって言うと、やっぱりあれですか。ジョニー・ウォーカーとか、が有名かな。ジョニー・ウォーカーのブラックか。ダブルブラック飲んだけど。うん。そんぐらい？あと最近飲んだんだと、ブレンデッドって言うと、これか。ホワイトホース12年とか。もうクオリティが、ホワイトホース12年に比べると、ホワイトホース12年が2000円ぐらいだったから、もう桁違いね。ジョニー・ウォーカーのブラックブラック、ダブルブラック。ジョニー・ウォーカー。ジョニー・ウォーカーの、ね、ダブルブラックはね、全然。うん。ジョニー・ウォーカーのダブルブラックも全然そんなに美味しいと思わなかったね。値段的にダブルブラック2000いくらやったっけ？ブラックブラックだっていくらやったっけ？ちょっと覚えてないけど。ダブルブラックね。間違えた。ダブルブラックもそんなにうまいとは思わなかったんだよね。うん。うん。ダブルブラック2500円ぐらいですね。そんなにうまいと思わなかった。あ、濃いって思わなかったんだよ。俺確か。うん。もう全部飲んだよな。ダブルブラックは。うん。全部飲みましたね。だから、なんやろ。なんか濃いっていう感覚じゃないんだよ。ブレンデッドスコッチウイスキーって、なんか、俺の今までの感想としては、なんかモヤモヤする感じ。うん。なんかいろいろ混ぜて、なんか特徴が突筆しないんだよね。特徴がこう、秀でてないっていうか突出してないんだよ。うん。で、ブレンデッドは、まあいろいろブレンドするわけだから、全体的に味に突出してなくて丸い感じの味で、シングルモルトはもう断然ね、もう突飛してんだよね、味がほとんど三角形のような突筆してるんですわ、大体。でも、このオールドパワーに至っていくと、かなり突出してんなと思ったね。うん。いや、これは、今までのブレンデッドウイスキーで一番うまいね。こいつは。もうほとんどシングルモルトに、じゃないっていうレベル。で、甘さが結構、ぐわーっとくるんで、うん。まあ、これなんか、あれっすね。水割りで飲むのがうまいっていう話は書いてあったんですけど。うん。オールドパーね。まあ、かなり甘さが強い。それでいて、むちゃくちゃ味が濃いっつうか、重いっつうか、重いね。味がね。とにかく、ガツーっとくるね。うん。ガツーっと。うん。ソーダ割りのほか、1対2の水割りでお楽しみくださいって書いてある。ちょっと水割りで飲んでみようか。ちょっと水割りで。
ちょっと水割りでね。水割りで。水割りで飲むんでしょうか。水割り。1対2やろ。ちゃんと調合して。ちゃんとこの1対2って言われたら、もう、ぴったり1対2にしたい。いう感じでね。よし。ぴったり一体に。そして氷の中に入れて出来上がり。いただきます。でも、うん、やっぱ個性残るね。1対2でも十分。甘い。うん、甘いっていう。いや、でもそんな甘くないか。でも甘い。まあ甘いっちゃ甘いか。まあでもストレート飲んだ時はだいぶ、がっつり甘かったから。ちょうどいいぐらいの甘さになったね。これは美味しい。ただ値段が高い。3000円やから。まあ、3000円出して、これを買う価値があるかっつうと、難しいよね。3000円。まあでも、3500円でボーマーが買えるって考えると、まあ3000円でこれだと、まあ、でも、まあ十分買う価値はあるんではないか、とは思われますね。香りも強い。これは十分買う価値は、まあ、3000円やから、まあでも、難しいですね。それは人それぞれやけど。まあでも、美味しい。4554です。ご視聴ありがとうございました。